車屋。はい、こんにちは、おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。いきなりのナレーションなんですけれどもね、タイミングベルトの続きで、まあ、私は必ずセットでやってますけども、オイルシールの交換で、あとウォーターポンプですね。これもまあできればやっておいた方がいいと思います。はい。で、前回ちょっとね、登場した BC2、いつも使ってますけれども、まあこれで綺麗に掃除していきます。で、この後ですね、まあ、整備あるあるなんですけども、なんか必死になってる時のこの顔、すごいです。はい。はい、いや、なんかね、汚れの具合からして、ちょっと掃除しちゃったから分かりにくいですけどもね。まあ、この辺は明らかですね。やっぱりね、カムシールの方、まあ、ほぼ間違いないでしょう。で、ウォーターポンプはまあ掃除しちゃったからですけども、クランクのシールの方は意外と大したことないけど、まあまあここまでバラしたんで必ずね、まあ私は変えるようにしてます。はい、再びナレーションなんですけれども、まあ、できる限りね、綺麗に、とにかく綺麗に掃除してあげてください。で、シール今ね、ちょっとこう尖ったやつをこう叩き込んでますけれども、この方法をですね、まあ、いきなりやる自信がなかったらちょっと気をつけていただきたいです。ブロックとかね、ヘッド傷つけると大変なんでね、まあ、とにかく慎重に練習する上では何かこう違うものでやっていただきたいんですけどね、この、穴をちょっと開けてビスをねじ込んで、これをバイスプライヤーで、まあビッと引っ張るという、ただこれだけの作業なんですね。はい、簡単に取れました。で、オイルシールを、まあ、グリスを内側に塗って、で、まあ、入れるんですけど、まあ、最初はもうボックスでね、こんな感じでちょっとこうボックスで入れて、あとはこう、まあ、あんまりね、工具の使い方としては良くないですけれども、まあ、エクステンションなんかでも軽く叩いて均等に入れるのが、まあ、ポイントですね。ちょっと音が変わるのを、ちょっと意識して聞いてもらいたいんですけども、わかりますかね、まあ、最後の方に叩いた最後の方ですね、途中でこう音が変わるんですね。変わったところがシールがこう辛い位置になったということですね。で、音が変わるんですけども、まあ、シールのオイル漏れがひどい車ですね。かなり、まあ、10万キロ以上走っているような車はシールで、シャフトが減っちゃうんですね。ゴムでシャフト鉄が削れるって不思議に思うかもしれないんですけども、オイルシールもですね、まあ、ほんの少しずつ鉄を削ってしまうので段差ができちゃうことがあるので、そういう時はですね、シールの位置をちょっとずらして入れてあげるといいと思いますね。でも早速ね、カムシールの方もやってますけれども、カムシールの方はね、若干ちょっと大きいのでちょっと苦労してますけれども、まあ、これのこの方法でだいたい抜けますね。はい、非常に簡単に見えるんですけども、最初はですね、まっすぐ穴を開けてまっすぐこうビスを打ち込むのが難しいですね、やっぱりね。なのでちょっと、まあこれはね、難易度が高いので、ちょっと自信がない方はですね、ちょっと何かね、練習した方がいいかもしれないです。はい、いらないシールか何かを用意してですね、それではですね、オイルシールの交換についてちょっとね、解説していきます。まあ、この私が作ったオイルシールプーラーという名前なんですけれども、まあ何でもいいです、何でもいいんですよ。で、見てわかる通りかなり硬い素材を使ってます。これはね、ドリルを削ってものすごく先端を尖らせてですね、もう何ていうんですかね、簡単に刺さっていくようにね、もうとにかく先端をできる限り尖らせて、しかもかなり硬くないと入っていかないんですね。なので相当硬い素材でオイルシールのですね、ここを狙っていきます。ここを狙っていくんですけれども、ちょっとでも穴開けば大丈夫です、ほんのちょっとでも。で、穴が開かなくても、まあ、位置が大体決まればね、入ってネジが入っていきますので、で、こんな状態にしたらですね、この外側にだけは絶対貫通しないようにしてください。外側はね、アルミで、まあ、アルミブロックとかね、アルミヘッドだったりするともう簡単に傷ついちゃうんでね、内側は鉄なので、大体そもそもが
まあ なるべく本当にセンターを狙ってですね、ちょっと先ほどやったような感じで、打ってっていただいて、あとはこういったビスですね、普通のビスなんですけど、これがうまくねじ込めないなっていう時は先端をねほんのちょっとだけ尖らせてあげると入っていく時があります。まあいろんな種類用意してるんですけれども、まあ、先端がねちょっとこう丸くしてあるものとか、またはねもっと尖ってるものとかですね、こんなような種類のビスを用意しておいて、これをねじ込んで、あとはバイスでつまんで引っ張ると、たったこれだけですね。なんですけれども、最初ちょっと慣れないとやっぱりうまくいかないので、ちょっと慎重にねやってみてください。で、入れるのは簡単ですね。入れるのは通常通り入れていくだけなんでいいんですけども、ちょっと注意していただきたいのはオイルシールの内側ですね。内側にグリスを入れ忘れて、あのシールがねあっという間にダメになっちゃいますんでね、この内側にグリスを入れてください。はい、シールを入れるときはですね、まあオイルシールに合わせて、この外形に合わせて、何かこうボックスですね、かなり大きいサイズになりますけれども、これで36ミリのボックスを使ってます。これで、ある程度叩き込んでですね、だいたい入ったらですね、あとはまあこういった工具を使っては私は叩いて入れてますけれども、まあ、ちょうど面になったらそれ以上入らないんでね、これがちょうど面になるとねちょうど入らないですね。音がコンコンと当たった音がするので、そしたらそこまでということですね。でこうぐるっと一周で、こっちはカムシールの方ちょっと大きかったんで、さらにでっかいですね、これ41っていうボックスですけども、これで、最初ちょっと入れて、あとは結局ですね、この、まあ、エクステンションなんでもいいですけどね、こういうもので、入れていってます。はい、今回は以上になります。皆さんのね何かお役に立てたら高評価チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この感触、この手回した時のこの感触を、あ、なるほどなと、これが新品だと。